はい、こんばんは。えー、木曜日の夜の、時間がやっていました、えー。スピーチャーテレビ、木曜日の夜は、銀系塾ということでね、えー、今日もね、えー、話をしていこうかなと思ってるんですけど、えーまあ、今日の内容はですね、まあ、有料にすると言ったんですけど,ど、ね、いつから、いつ、生放送は有料じゃないんですけど、えー、あの後でね、見る方はちょっと有料になってしまうかもしれないんですけど、まあ、ちょっと流れて決めようかな。 ように入っていこうと思うんですけどねうーん今日何の話をし,しようかなっていうところなんですけどまあとりあえず伝説の講義でとりあえずつけちゃったんですけど、まあ、どうなるか分かんないんですけどあのね基本的にですねいやこの世界っていうのはすごくねよくできててですねあのいろんな縮図っていうのがこの世界にやっぱ存在してるんですよね例えば神のね。えー この神,神は私たちに、まあ、ちょ直接こう触れるっていうかねそういう感じじゃないじゃないですかこう神は私たち何をしてくれてるのかっていうのをねあのすごく分かりやすくし,してくれる、ね、表現としてはですね、うん、まあ父とかねある種父と母の愛を、ね、ミックスしてこう考えるとですね 神の愛、ととは何かかっっってていうののがねちょ分くる神愛宇宙の愛と言い換えてもいいんですけど、ね、サムシングレードでも構わないんですけど、えー、宇宙の愛、親神様でもいいんですけど、えーまあ、いろいろね、天の田舎の人がいろいろな言い方がありますスノーオオーカミとかいろ,いろいろ言い方ありますけどね、アッラーでもいいですね、何でもいいんですけど、エホバーでもいいですしね、まあそのまあ、根本心のことですけどね、まあ、その愛っていうのはね、こう見えてくるわけですよね。その,、まあその ね、父と母、まあ、ある種こう2つに分かれてしまってるせいなんですけどねその何て言いますかねこう受け入れてくれるせいと、えー、こうまあこういろんなことをねこう新しいことやんなさいとかねこう外に行く冒険をねこう促してくれるせいとねこう、まあ、求心力と遠心力と私呼んでるんですけどねその2つがまたあることでねその2つの働き まあ宇宙にある2つの働きがそこにはっきりというかです、ね、あの分かりやすくこう表現されているのが父と母の働きなんですよね。でそういうところがねこの宇宙には色数限りなくですね表現していて何、まあ、て言いますかねその直接大きな神様を見るっていうのは私たち感じ取るということはなかなか難しいんですけどそういった縮図の中にですねそれが隠れているっていうところがあるわけですよね。うん アティーさん肌着で、ああれありが,ありが,あ,りがありがとうございます。ね、最近ね、で肌綺麗なんですよ。あのー、ねえ、あのー、あれですね。あのシ、ー、ス油ーアとかね、あのー、あれあ飲んでるんでね。オメガ三脂肪酸とかですね。やっぱあのー、ちょっと時々言ってますけど、あのー。 ティリーはねあ,のあれなんですよスイチャー研究さい小泉人なんですけど、マーガリンと、ね、ショートニングダメなんですよね、合わないんですよ。でね、あれを取るとねアトピーっぽくなっちゃうんですよね、なんかね体が、まあ。アトピーっぽいというかね、体がねこれは私の体にいらないもんだよって,ってね皮膚からバーって出しちゃうんですよ、出そうとするんですよでそれがアトピーみたいになるんですけど、で,で元々もともと欧米で売ってないもんなんでね。<laughs> 僕は、欧米で、なんていうかな、日本だけなんですよ、先進国で売ってるのね。いや、だから、まあ、そういうところもありましてね。で、まあ、それ以外にも、ちょっと工夫し、あの、やっぱり食生活を考えた工夫していったらですね、まだツ、ツヤツヤになってきたんですよね。えー、だから、あ、これからツヤツヤになるなと思って <laughs> ずっとツヤツヤで、赤々しく、なんか、か赤ちゃんの肌みたいとも、なんか、ちゃんとやってるとね、ぷにょぷにしてていいんですよ、結構。うん。 ね、そういう感じですよね。うん、はい。えー、っとえ。プリンさんも、おじいさん、お肌着で、あ、これさっきんですね。クリンさん、ありがとうございます。こんばんは。えチョコリングさん、男前にえ、そうそう、男前になりましたね。ありがとうございます。ね髪型変えましたらいいですね。うん、まあ適当なんですけどね。<laughs> あ,あまりこうあの、凝ってるわけじゃないですけど、まあ、適当にやっておりますけどね、うん。プリンさん、こんばんは。すごくワくワクしています。あ、どうもありがとうございます。ねえ。 ということで、まあ、伝説の授業といつどうなっていくかわからないけど最初ねこういうのやろうかと思ったのよ今日ねあのこれやってみようと思ってねあの、まあ、ちょっといろいろ話題出てたんだけどねあのいやマスター計算さんのところがね <laughs> こういう話があったで、ね、あのねうーんとこういう話があるんですよあのちょっとこれあの悟りのやつに近いんだけどねあの ここで裸になりますかって話をでゲーさんした時に僕は「はい」って言って僕は裸になりますとか <laughs> で,でその時にゲーさんがねいや裸になるその前に裸になる人にはすぐインカーをあげますよとかって言ったんですよではい」とか言って僕はあげて「裸になります」ってやった,言言ったんですねたご,ごめんなさい小泉さんはよく知ってるから小泉さんは除外ですって言われちゃった <laughs> それの、ね、意味ってねちょっと結構深いんですよでそれちょっと説明していこうかなと思うんですけどね <laughs> あのね あのーまあ、最近っていうかね、えー、っと日本人っていうのはね昔裸をね外にさ,さらすっていうのはそんなにね、あのー、変ではなかったし当たり前なところがあったんですよね例えば農村地帯でおっぱいを出して赤ちゃんにねこう、あのー、お母さんがねお乳をあげてても全然問題ないっていうかそ,んなそれに恥ずかしいとも思わないっていうかね、えー、っていうところがあって。その例えば まなんていうか、ね、電車の中でもねお乳あげててもねそんなの気にしなかったとかあるんですね昔、うん、そういうとこがあるあったんですけどなんかどん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 なんか隠す方向にこういった行ったわけですよねまあいろんな変な人もいるんでねそういうとこもあるんですけどでそれのねちょっと内在する心の問題っていうのをちょっとこう捉えていった時にね面白いところがありましてねこういうのがちょっとあるんですよ例えば修学旅行行ってですねあの みんなの前で裸になるのは嫌だっていう人が現れたんですね。何年前だろうそうですね、20年ぐらい前でしょうかね、日本でね。で、それまで日本人って言ったら、修学旅行行って、みんなの前で裸になるってね、先生、問題ないっていうか、あまりそういうので躊躇する人っていなかったはずなんですよね。それがそういうことができなくなってきた子供が生まれてきたんですね。 でそれはどういうことかっていうのねちょっと捉えていった時にですね、あのー、こういうことなんですよでだからさっきゲイさんがねこれ裸になれるかって言ってねは,はい裸になりますって僕はやったんだけどだから本当はだから伝説の授業っていうねどこのネタでどういういこのこと裸になっていいよかなと思って実は思っててそれで伝説の授業でつけたんだけどね <laughs> いやそれはちょっとあのテレビ的に P じゃないかっていう話もあるんでねあのー それもあったんでね、あのちょっとそれはやんないんですけどね。<laughs> だまあ、例えばですね、だから自分自分の体、あのそれどういうことなのかっていうとね、あの自分に対して100%あの劣等感がないんですよ、裸になれる人って、実は。あのー、裸になれるっていうのは、まあそういった慣れっていうのもあると思いますけど、ね、今、銭湯のことにも。 書いてらっしゃるララコさん書いてくれてますけどねその銭湯っていう問題もあるんだけどそれで慣れてないとかねだけど結局裸になれるっていうのは結局、あのー、自分にその躊躇がないんですよこう見られたらどうだろうとかねああ見られたらどうだろうとかね,ねあの自分の体のいろんなとこがねあの好きだとか嫌いだ,あの嫌いだとかねそういうのないんですよ。 普通にある、だからニュートラルなんですよね、感覚的には。それは裸になるって恋自体が全然何もないんです、そこにね。なんていうのかな、例えば、前、な友達のスピーチャーのとこ行ってて、行ってて、お風呂入りましょう、はい、入ってくださいって話あって、じゃあ、小学校のみんなとお風呂、こいつ、T さん、一緒に入ってよってって、でわーいって入ってきたんだけど、女の子たち、ちっちゃい女の子たち、ばーって入ってきて、で、わーい、わいってやって,て、お風呂入って。 出たとかあるんですけどだから小さいことがわーってきてもね別に何にも躊躇がないんですよね。でそこ恥ずかしいとか別にそういうのもないわけですよ。だから恥ずかになって入ってきて「でわーい」っつって,言って,出,て出てってそれで終場合なんですけどだから何て言うのかなうんだからそういう劣等感も何もないわけですよね。だからね今の人っていうのはねすごい頭で考えるようになっちゃってですねそのなその。 本来のの、ね、自分ららしさっっってていうものをでですすねねかか遠ざかっちゃってるところなんですよ、ね、だから自分が頭でいろいろ構築してしまってですねそれがいやあったかもこう例えばいろいろ今情報も入ってきちゃうからねこう,こうじゃなきゃいけないとかねあのかっこよくいけないとかねいろいろありますけどねあで「外人さんは裸を嫌がりませんか?」「ああそうか銭湯を嫌がる」ってうのうありますよね。 それは聞いたことありますね最初嫌だ,嫌だけどそのうち入ったら全然関係なくなっちゃったとかっていう話ありますけどね、うん、そういうところがあるかもしれないですよねだから実際自分のね、あのー、自分のね体,体とかがねどうあろうとですね、あのー、全く関係ないんですよその裸になるって行為はあのー、自,分その自分がそれに対してこう何も持ってなければ裸になれるんですね実は。 うん、そ,うそういうところ実は言ってるんですねだからあのここで言うテーマはねあなたは裸になりますかっていうことなんですよあこれはいやらしい意味で言ってんじゃないですかねちょっとそれはあの誤解しないで言ってもらいたいんですけど例えば、まあ、男だったら男同士行った時にねその一緒にこう風呂,風呂に入れますかっていうことですよ要は女性もそうなんだけど女性も一緒に行った時にあの精神的に躊躇なく風呂に入れますかっていうことなんですよ。ね、あでもその ね、10代とかだったらいろいろまあ逆に劣等感とか出てきちゃってね入れないとかあるかもしれないですけどね、うん、まあそういうところがこの裸になれるかっていうのね後ろに隠れてるわけですけどね、うん、だからねその自分のねえー、ところですね婚浴好きですよ、うん、婚浴行ってみたいんだけど行ったことないんだよね <laughs> 行ってみたいとは思いますようんね お、うんえー、笑い芸人は若い時はみんな裸になってますよあこれねちょっと言っていきましょうこれねそうなんですよあのねお笑い芸人の学びっていうのがあってねやっぱりこう裸になるっていう、まあ、わざと先輩裸になれとかって言ってね裸になってそれでやれるかとかって試したりとかするんだよねうんあので笑い芸人は裸になっちゃうわけだけどねだからそれだけその躊躇がないんですよ うん、そのブロックここにブロックがないんですよはだからブロックがあるとですねそうなっちゃうわけですよねまあというところがありますけどね、うん、まあだからこれはねあの実際に慣れるかとかということではなくて精神的なもんなんですよ実は精神的なところでことですねまあ慣れてないっていうのがあるとまあそういうねそういう 外人さんではせんと言ってもは、ね、裸になれないというのがあるかもしれないですけど、ね、慣れてないとはまた別ですけどね、うん、だからねそういうとこは実はあるんですよね、うん、だからなんでそれが自分は劣等感に感じてるかとかねそういうのを見ていかないといけないと思うんですよでもだからどんなね状況どん例えばおっぱいが大きいとか小さいとかね では背が高いとか低いととかか低ねあのよく言ってますけどだそういうのね全然あの関係ないんですよはっきりと,と、あのー、関係ないっていうのはね世の中っていうのは比較することにすごくこう今や気になるっていうかねあそういうとこがあるんですけど比較することによって理解するっていうのがあって、あのー、結局「分ける」っていう語源がですね分けるそれ 男性女性って分けることによって認識するじゃないですかこれは男なんだ、ね、これは女性なんだってで分けることによって認識するんですよ人間っていうのはあだから人間の中に男と女っていうのがあるんだなとかね性、えー、の高い人がいると低い人がいるんだなとかね年寄りと若い人がいるんだなとかって,こうやって分けることによってこう認識していく癖があるわけですよねだからねどうしてもねそれはしょうがないところはあるんですよただねその 自分の中でねそれをねいかにそういう癖,癖と分けるってことはねその分かりやすくするって点ではいいんだけどその精神性を上げることにあまり役に立たないところがあってそのそういうものをね自分の中でこう OK にしちゃうというか、ね、どうでもいいんですよはっきり言っちゃうとそんなもんねどうでもいいって変だけどいやど,うでもどうでもよくないと思ってる人にとってはすごく問題なの ことなのかもしれないんですけどね。えー、まあそういう感じなんですよね。えー、チョクリンコさん雑誌やテレビで刷り込まれてます。あそうそうそういうのもあるんですよ。こうでなくてはいけないとかね。だからいろんな刷り込みあるんですよね。例えば男だったらなんか金持ちになってこう成功してなくちゃいけないとかね。うーんとか なんか一戸建てに住んでなきゃいけないとかねいいマンションに住んでなきゃいけないとかね、あのー、いい車乗ってなきゃいけないとかねまあ、最近車についてるのは呪縛はどんどん溶けてるようですけど若い子はね、えー、そういうことはないみたいだけどいろいろあるわけですよね美しくなきゃいけないとかねだからみんなそのねあわ、の、ら、ー、にはまってしまっていってね自分らしく生きるってことなんですよ 自分らしく生きているってことが、で、堂々としていれば別に風呂、風銭湯に入っても OK なんですよ。僕こういう人だよっていう。ね。僕はこういう背の高さで、こういう背格好で、えー、こういう人でっていう。ね。うん。あのー、それで OK なんですよ。うん。ね、それで、それで、それはそれ、小泉さん小泉さんだからそれで OK なんです、そのままで。そのままで そのままで素晴らしいんですよ、みんなさん、一人一人が。そのままでね、素晴らしくない人なんて一人もいないんですね、実は。ほんとそのままで OK なんですよ。みんなそれが美しいわけですね。うん、だからね、あのー、いろんな美しさってあるんだけど、やっぱその人がその人のままいるっていうのがいえば、すごく美しいと思うんですよ。その人がね、その人じゃないものになろうとしてね、いろいろこう、 変な努力をしているようなねフリーがあるとすごく何か悲しいっていうかねあの情けないというかねそういうところがありますよねだからそれ,それでいいんじゃないかなっていう感じしますけどねうんだからねそこが裸になれるかっていう話なんですよ、うん、だからねあのお笑い芸人のね裸になるっていうのは、ね、なかなかこうある種登竜門というかそういうところがあるんですよねうん あ面白いですねそれ。だから芸人さんの中でそういう精神的なねその学びがちょっとあるってちょっと面白いなと思うんですけどね。うん、ねあ今日、まあ、何の話をしようかっていってそのこれ、ね、面白いですけこんな話してますけどまた今ちょっとひらめいたのはこんなのありますよね。あのーまあ、今の自分を好きになるっていうことにもまたつながってくるんですけどね。 うん、だから自分を好きだったら別に裸になれるんですよね、うん、まあでも大切にするって意味で裸にならないって思いもありますけどね、うん、だから、まあ、銭湯に入るのはみんな裸になるからとこだからねそれ裸になれると思うんですけど、うんえー、頭で分かって言っても実際は世間でいう美人に心が動かされませんか、うん、そうですねでもねこの作られた美人系の人と 心からにじみ出れてる美人系の人っているじゃないですかあのやっぱり心からにじみ出てる美人系の人が僕は好きですけどねあんまりこう何だろうあんまりけ化粧ばっかりしてる人も嫌だしねあの絶対しちゃダメってことはないんだけどあのすごく熱い人とか困りますよね。 うん、本当に時々いらっしゃるでねびっくりした時あるんですけどね。うんねうん、あとそうですねこういうのありますけど今ちょっと思い,思い込んだのはね、まあ、そのほらテレビのね芸人さんの学びじゃないけど昔その芸者さんのね学びでこういうのがあったんですよ。あのね、その初めてこう芸者とかねなる人にね おがね、石渡すんですよ。で、石渡してねうんこれ、この石ずっと見てなさいって言うんですよ。でね、で、この石ね、その、その、1時ぐらい見さ見さておくんですよね。で、でおかみさんが聞くんですよね。どう、この石どう思うってう。ね 言うんですよね。でそこであのー、いやねただの石だとかねいやなまね見てても何も湧きませんあの思いま何も思わないですけどただ石ですよねとかって言って言うしていると思うんだけどあのね最終的にねこうなったらオッケーなんですよねあのー、石がね愛おしくなりましたいう言う時言ったら。 合格なんですよでそこまで行きなさいと意識としてねだからその芸者さんとかだと例えばいろんな人来るじゃないですかあのい,、ね、いい人も悪い人もかっこいい人もね無細工な人もっていうか分かんないけどいろんな人が来てそこのか方をこうおもてなしする職業じゃないですかだからどんなものであってもその愛おしく思うっていう気持ちは大切だよっていうね ことをそのの石学びにこう込めているわけけなんですけど、ね、だからこのスピーチアーテレビでやってるっていう、ね、何やってるのかっていうと、まあ、こう近畿芸時もそうなんだけど心の話をしているわけですね。でやっぱりそこそ,の、ね、そういった姿勢っていうのがねすごく大切でそこ,そこがあるから次につながっていくってところがありますよねだからね。 あの何でもね愛おしむ心っていうのはねすごくね、えー、素晴らしいと思いますね、まあ、我が子を愛おしい愛おしいと思うのはた普通だと思うんですけどそう、まあ、そう違った自分我が子でなくてもいろんなものに対して愛おしく思う気持ちっていうのはね、えー、すごく貴重なことだと思うんですよある種愛ですからね、えー、それがやっぱりにじみ出ていくと思うんですよねということでちょっとなんかこうそういうなんか ここのととろにちょっと今行っ今今てますけどね今日,ね、うん、今日なんあんまりね何も,何も考えてないところもあるんですけどね、うん、なんかね質問とかありましたら書いていただけると思うんですけどねあんまりちょうどね今日なんだろうこういう感じでちょっとやってるんですよね、うん、だから人間っていうのは結局ねそのずっとこう成長していくっていうかねところあるし で、まあ最近やっぱ思うのはね、本当に人間の持ってる潜在性の凄さっていうことですね。で、よく神に似せて人は作られたって話がありますけど、本当にそうなんですよね。あの、だってやれることね、本当にこう、まあでもね、その今言ってるやつはもう本当深すぎてね、だからどのレベルでその 持っっててるかっていうのまた別なんですけどでも軽くいろいろね実感してる中で考えてもねもう本当にこの力人間の持ってる潜在性っていうのはすごくてですねやはりこう例えば今引き寄せの法則とかはね普通になってきてますけどねだから何で引き寄せの法則できるんですかっていうね、うんまあ、まあこういう考え方もあるんですよ「あいや神だから」とかね <laughs> そういう簡単に言っちゃう手もあるんですよね。うん 理屈なしにまあだから、まあでまあ、である種理屈なんだけどさ神だっていうのも理屈なのかもしれないけどだからそれぐらいその人間の能力ってすごくあるわけですよねだからこう、まあ、よくねこのテレ,ビでテレビで言ってますけどだから自分がダメな人間であると設定することもで可能なんですよそれはね なぜか自分が万能本当は万能の能力を持ってるんだけど万能の能力を持ってる上に自分がダメな人間であるって設定することができるってことなんですよんね、うん、だからでも設定してしまうとその人はそのダメな人間であると設定されてしまってそのままそこの自分の設定に閉じこもってしまうんですよねその設定したことさえも忘れてしまうっていうね、うん あのまあ根性でっていうかこの生きてるうちにそれ設定してしまった場合もあるし、えー、あと子供の時のね親のしつけでね「あんたはダメな人間だ」って言い続けられて「あ,あ僕はダメな人間なのか」とかってすり込んじゃってねそのまま自分で設定してしまう設定がは始まっちゃってあの設定されてしまって思い込んでしまってでそのままなっちゃってしまっていてでそういうかわいそうな人もいっぱいいますけどね。 だから自分で決めることによってね全てこう変わってしまうんですよ。だからねあのー、まあだから自分のこと素晴らしい人間であるって思っていることはすごく大切なことでね、あのー、自分のことすばらしい人間だと思ってないと素晴らしい人間の扱いされませんからね。<laughs> っていう扱いされないっていうのはまあこれいじめとかにもつながっていくところがあるんだけど自分がす晴らしいっていうか、ね、価値あるもので人間であるって思っていないとですね その周りがそのとり価値ある人間でないっていうことで振る舞いますからねますますだから、あのー、親がねお前はダメな人間なんだっていう擦り込みはですねまずそういうのやることによってその息子をコントロールしようと息子とかね娘さんをコントロールしようとしてしまう親の劣等感とかがあるわけですよね弱さっていうかそう,そうでも相手を貶としめておかないと えー、自分はその子供をコントロールできないんだっていうねそういうちょっと弱さですよねそういうものがなさ,なさしてるわけですけどね、まあ、まあ悪気があるとは言わないんだけどコントロールするっていうのは悪気があると思ってないからそういうふうになっちゃってるんだけどでもコントロールというかその設定をすり込まれちゃった側としてはねすごくかわいそうな話でそれを一生引きずってしまうこととかありますからね。 えーまあ、でも気がつけばねこうこうスピーチャーテレビとかこうやって見てですね高級刑事課とか見てですねその設定を外してしてまえば問題はないんですよね、うん、だから多くの人がねやっぱその設定で苦しんでるとこがあってねなんで私はこんないつも、ね、ダメ男ばっかりと付き合うことになるんだろうとかね、まあ、それはそういう設定があるっていうかそういうふうに自分がしてあるんじゃないかっていうことなんですよね先にねそこを変えないと同じことの繰り返しになってしまうんですね うん、自分はそういう人間ずっと付き合えばいいんだとか思ってるとかねまあそれはそれであれなんですけどね、うんまあ、そう思っちゃったらしょうがないですよね,、うん、ねひろみさん、えー、と口癖とか習慣とか怖いですよねそうなんですよ、ね、で口癖とか必ず知らずのうちに自分にすり込んでっちゃうからね自分はダメなんだとか。 なんかずっとった、ほら、どん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 、ダメになりそうでしょう。いや、自分はできますとかね、自分はできる。ね。これ。あのね、し、見たことあると思うんですよね。あの、名言そ言ととね、あの。あの、安タン言葉っていうのがあってね。あれ、僕の <laughs> 先生が作ったやつなんです。本当はね。あの、清水、清水秀夫さんという人がいてですね。その人が作ったやつなんだけど。で。僕、なんか、よく知ってますけど。ね、で。 やっぱりそう前向きな言葉を、ね、使ってると人間はどんどん良くなっていってねあのこう後ろ向きなプラマイナス的な言葉を使ってるとどんどんその人はそれが刷り込まれてってしまうよって話でね職場でもそういうものを使えるようにしようよっていうね、えー、ことを言うわけですよね、うん、だからねそのとおでもその通りなんですよね、うん、だからあのビ,ジネスビジネスのコンサルタントも面白いよねだから言ってることっていうのはそのスピーチャル的なことを言ってるんだけどね あのー、あレベルの高いっていうかねその人たちのやってることっていうのはあのー、そういうなんかハウトゥーではなくて、ね、その心を変えるっていうところをやっぱやってるんですよねそこを一生懸命やってるってこところだよねそれだけ変うだけでもね例えば職場を整理整頓しましょうみたいな話なんだけど整理整頓整理整頓ってず言ってるんだけどあれねやるだけでね全然こう。 その仕事もねはかどってきたりとかねあの新しい仕事が入ってきたりとかね自分よりもすくしくて仕事ができるかねどん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 効率がアップするんですよだからね生理戦闘とかってねやっぱ重要なんですよね、うんまあ、そういうとこがありますよねだからねこうやっぱスピーチャー的なものっていうかねそういう精神的なものがね介護に全部隠れてるんですよね えーまあ、例えばですね、あのーまあ、昔チャネリングやってた、まあ、チャネリングとかいろいろ私もいろんな人に聞いたりとかするときあるんだけどねスピリチュアルとは何ですかって話があってねスピリチュアルとそ,そこで来たチャネリングはねスピリチュアルとは全てのことですって,きて来ましてああなるほどねと思ったんですけど全てのことですよって来ちゃったんですよねああなるほどねと思ってねそうそう確かにそうだなと思って。 この世のの世中にスピリチルでないものはないいいもはっていうね、うん、精神的でないものはないっていうかね、うんまあ、全てこその精神的なものから生み出されてるね今ほら物質自体もその精神的なとこから生み出されてるって言い方するじゃないですか、あのーね、だんだんこういろんなものが物質もともと光だった話があったんだけど光がこうバイブレーションを落としてくると物質になってくるっていう、ね、話を言う人もいますからね、まあ、なるほどねと思うんですけど あのー、まあ全部その根本に心まあこれでかねやっぱ精神的なものが潜んでいるわけですよね。うんあまあ、ということでね、まあ、ちょっと画面カクカクしてると思いますけど、ね、やっぱユーストリームがね多分冬休みにね突入したのかね見てる人が全体的に多いんですよねどの番組もねだからね、あのー、アクセス まあ待機がないというかねそういうところで画面がどうしてもカク,カクになってしまうんですよね、うん、あそういうところあると思うんですけどね、うん、まあねまあだからそのままでいいんですよだってあのちょっとね僕面白い話するんだけどねあの僕はねあのそのほらゲイツさん結構仲いいっていうかねこうやってる仲いいって言い方がおかえちゃうかもしれないけど そのありがたいんですけどね、まあ、私も聞きかけていただいてるんですけどで私ねあまり師匠って言い方しないんですよ学んではいますけどねでなぜかっていうとねあの僕の中でねあのそういう自分を全部委ねていい存在まあそういうそういう遊びもあるんだけどねそういうそれもゲームだからやってもいいんだけどあの僕はね あのー、ああいう人まあ、うんまあ、サイマーさんなんかもそうなんだけどねあのブラザーとかねシスター的な感覚があるんですよすごくでねインドでねあの共に学び合っているものっていう感覚なんですよでそれの人がね先へ歩いてるかね後歩いてるか分かんないけどねそのやっぱり兄貴とかね弟とかねそういうその兄弟学び合う兄弟っていう感覚があるんですよ でこの世の中にいる皆さんっていうのもね実は全員兄弟姉妹でね学び合う仲間なんですよだからね本当はねそのキリストがね偉いとかね、えー、あのブッダが偉いとかねそう,そういう考え方もあるかもしれないんだけどねでも彼らも兄弟姉妹なのよ本当は我々ってってねでもう僕もよ僕の考え方はスカッとまっすぐ全部一列 同じとここにいいるんですよのの高さっていうのはだけどなぜかっていうとね宇宙的視点かからちょっと見てみれば分かるんですけどねもちろんね彼らもやっぱりすごく学んでる人たちだからそういう学ぶっていうのはすごくそれはいい子だし尊敬するっていうのも OK だと思うんですけどあの宇宙っていう要素から分けられると我々は分け身玉なんなんであの一人一人は何どういう存在なのかっていうとその要素をやっている存在にすぎないんですよ。 うん、まあそれをやその配役をやってるねその紙、まあ、芝居という言葉がありますけど神の芝居というこの世界は神の芝居なんだっていう話があるんだけど紙芝居の神のそのそ役をやってる人たちに過ぎないわけでそのその芝居をやってるね全員がねどれ,どれもがもともとの大きな神様から分かれて存在してるものなのでどれも全て全てどの人もねどんな状態にあろうと尊いんですよ。でねだから ブね天上天下ゆが独尊って言ってますけどそれは自分だけがねこの世の中に尊い存在であるって言ってる意味じゃなくてすべてのものは尊いんだよっていうことなんですよは、うん、あのは、ね。だから誰であってもね学ん例えば学んでいる皆さん、えー、だから教えてる私とかねそういうのどっちが偉いとか別になくてですねあるしねまあそ,そこでそれらはそら。そら あのやっぱり人間としての,、ね、その尊重とかあると思いますけどその、ね、あの本来の意味を持てばねやっぱりすべての人が素晴らしいわけですよ。例えばねこう123さんとかチョコリンクさんとかが、ね、いたとしてねいや僕の知らないこと知ってますよはっきり言っちゃうと、うん、僕もね皆さんの知らないこと知ってるかもしれないけどそれはそれで尊敬されるべきだと思うけど。 ここに、ね、例えば見てる人たちの、ね、方々もね私の知らないことができたりとかねしたりしますよそれはやっぱ尊敬されるべきだと思うんですよね、まあ、僕はここで今その自分が知ってることをまあ言ってることによってこう、まあ、やってるとこですかねそれはそれでいいと思うんですけどねだからみんなやっぱり学んでる魂としてね学んでる仲間なんですよ本来はねだからあのねキリストがね弟子の足を洗うっていう話があるんですけど あのね、あれは本当でねだからそれあのねそうそのね例えばキリストが弟子の足を洗っちゃったりするんだけどねそれはどういうことなのかっていうとやっぱり尊い存在なんですよだからあなたの足は私ももちろん尊いんだけどあなたも私が足を洗ってあげるぐらいねキリストがね尊い存在なんですよっていうのを身をもって示すわけですよキリストがねでね そういういことなんですよだからなんなんこんな先生が何で私の足を洗ってって言うかもしれないんですけどねそれぐらいねあの皆さんんも尊い存在なんですよ実はだからねあの足を洗ってもらう時にね何て言うかな,なこんなことしてもらって申し訳ないとかねと思うことなくてねいや尊い存在だ尊い存在だと思ってない,いんですよ。 うん、ねと、ということなんですよね要はね。うん、まあということなんですけどね。<laughs> <laughs> だね、その尊い存在がですねあのやっぱ劣等感を持っちゃいけませんよ。というか尊いんだから。だからどんなね風貌してようがねどんな欠点が欠点ってまあ人間世界でいう欠点なんだけどそれは 人によって違うからね。そだら障害を持ってようがね、うん。あざがあろうがね、うんと。鼻の下心があろうがですね。あの下心さんとにいるんですけどああああ。あろうがですね。それはそれで個性だから OK なんですよ。そのままそれを認めてね。OK でそのまま行けばいいんですよ。バーンとね。バーンともそのまま美しくいき、えっと、光って行けばいいんですよ。私はそれが好きなんだって。だから いろんなね設定もほら自分で全部できるものだからねもともとねだから自分の風貌だとかねあの全部決められるからさ例えばあのねえ誰だっけもうちょっと夢あれなんだけどこの今さそんなにこう美しくないような風貌してらっしゃる方でねそのこういう例とかありましたからねあのスピーチャーカウンセリングするとねうんと過去世でやっぱりこう あまりにもこう王子様とかやっててね美しい人だったんですよねで美しい人だったんだけど、あのー、みんなが美しいっていことだけにとらわれてしまって本当の愛っていうものをすごくその人は得られる感じがしなかったんですよねその女性がねだから今回はあえてあの自分の顔を,をそんなに美しくない 形にするけど、本当の愛っていうものを得られる人と一緒になろうみたいなね。設定をしてですね。生まれてきた人とかいるんですよ。だからね。今回だからどういう格好してようがね。それは自分の設定してきたものだからね。あのオッケーなんですよね。それもまたそれ美しいんですよ。だからそういう流れがわかるとですね。ああ、美しいな。今回そういうことを学ぶために、わざわざこういう風貌で来たのかとかね。 こう分かってくるわけですよねだからこういう障害を持ってきたのかとかね分かってくるんですよねだからねそうすると美しいですよねやっぱり全部ね、うん、ね12月中日に北朝鮮がミサイルを発射したのは何かメッセージがあったんでしょうかまあそういうねそういう多分そういうのあるんですけど日にちとかであるとかあると思うんだけどあんまり雫くはそ,そこ見てないんでねそういうの言う人もいるんだけど、うん、まあ 時代的に考えるとさもうちょっと、うん、その時代遅れなんですよねはっきり言っちゃうとね、うん、威張ってこうとか威圧してねやろうなんていうのをねどんどん国際社会からこう孤立する方向に本当に行きますよね、うんまあ、許されない時代に入ってんだけどねでもそういう許されない時代に入っちゃってるじゃないですか本当はねだんだんねで先進世の中には先進国はどんどん増えてきてるんです実はね みんな豊かになってきてる。韓国なんか豊かになってきますよね、例えばね。だから、どん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 国際的に、シンガポールとかね、マレーシアとかインドネシアとか、どんどん豊かになってきてるわけですよ、タイなんかもね。だから、だからこの前ね、イスラエルとかパレスチナとか行ったけど、まあ、どん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 ああいうとこもね、豊かになってきてはいるんですよ。カンボジアも行きましたけど、どんどん豊かになってんですよね、世界中がやっぱり、どん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 。だからね、豊かになってくるとね、 あのね、なんかどっかの国をねミサイル打ち込んでどのことやってるところっていうのはあのもう何やってんのっていう目でしか見られないですよ世界中からうんねみ,みんな豊かになればみんな幸せになるのになんでやそんなことやってんのっていう話になってくるわけですよねやっぱ政治が悪いよねって話になってきて、うん、まあこれはね枠組み的にやっぱりそろそろね国連 まあ国連は、ちょっとなかなか非常任理事国とかのあ常任理事国の、ね、キ,ャフキャンとかのいろいな問題がありますけど、まあ、だんだん世界的コンセンサスとしてですねやっぱり国民をないがしろにしているというか国民を上えさせたり、ね、軍事技術だとか他のことにお金を使っている国っていうのはね国連決議で、ね、お取り潰しとかね <laughs> 国連、えーにえー、っと委任統治,統治国とかっていう認定してもうあなたは政治してしまってはだめですって言ってねその 代表者を追い出すとかね、そういうようなことが必要なのかもしれないなと思ったりするんですけどね。うん、えー、っと、賀来さん、えー、尊い存在の人間でも過ちを犯すといういい例でゃないでしょうか。早、え、く、ー、気がついてほしいですね。うん、まあそうなんですけど、基本的にね、あのー、それをやりたい人っていうのはいるからね。で、この世界というのは自由な世界なんですよ、基本的に。 あのその人がやりたいと思ったらそれはやっても構わないんですけどまあ絶対それにはべて副やす副作用は返ってくるんだけどねそれは、まあ、カルマとも言いますけど副作用は返ってくるんでそれはちゃんと分かってからやった方がいいんだすけどだから何かをすること自体はできるんですよ。ね。犯罪しようがそういうことはできるじゃないですかとりあえずやろうやるねあの見つかっちゃうかもしれないけど、ね、<laughs> 見つかっちゃうかけどからやることはできるんですよだけどそれは自己責任でねそれはやらないわけですけどね基本的にね。 自己責任があるっっててみんな知ってるからねあと彼まで戻ってきちゃいますからね。なわけだけど。まあ、知らない人もいるからね。<laughs> やっちゃったりするんだけどね。うん、まあでもだか,だから北朝鮮とかの場合だとね、やっぱり、まあ、王様に会いたいという設定をしてるかもしれないし、あのー、あとそういうとこにいたいと設定したかもしれないし、まあそういうところもあるわけですよね。でも世界的潮流から見ていくと、やっぱり、 魂のですね、その質というか、うん、クオリティ、えー、っていうのはどんどん上がっているんですよね。だから、まあこれも中国でもね、韓国でもどんどん上がってるんですけど、新しく参えてきてる人はどんどんどん,どん意識が高い人が参えてきてるんですよ。要は、だから。 本当に貧乏でね、何もこう、戦争の混乱しているようなところでね、生まれてくる赤ん坊っていうのは、まあ、チャレンジで生まれてくる子もいるかもしれないんだけど、なかなかそこでは、ほら、いい条件でその成長していくことができないじゃないですか、人間としてね、尊厳を持ってね。だから、そういうとこになかなかこう、いい子ども、魂のことは、なかなか生まれにくいところがあるんですよね。うん。だから、でも、今、日本だとかね、先進国っていうのは、そういうのが非常に、 こう魂の成長していくにふさわしい場所としてだんだんこうあのー、確立されてきたって言われてるんですよね。ですから日本とかねあのー、いろんな国にはいい魂の人がたくさん生まれてるとこ言われるところがあるわけです。でこれは日本だけじゃなくて本当に韓最近の韓国とかね、えー、まあそのさっき言ったあのー、国々タイとかねカンボジアとかインドネシアとかねシンガポールとかそういうところでもどんどんいい魂の人が生まれてくるようになってきてるわけですね。 えー、ですからね、あのーまあ、時代はどんどん変わっていくなと思うんですよね、うんうん、まあでも北朝鮮も時間の問題だとは思うんですけどね、うん、まあでもね今,今ちょっと見てるとねやっぱすごく光が強いんですよ時代的に本当にで光強くてだから まあこのテレビもねやってますけど、ほら、何人悟ったとかね、そういうレベルに入っ,たってきちゃったんですよ、世の中が。このテレビだけじゃなくて、世界中で何人悟ったみたいな、どん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 いろんなところ悟った人が現れてきちゃったりとかしてるわけですよ。そういう状態になってきているね中でね、そうするとどん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 光がアップしたんですよ、この世の中の光っていうかね、だから光ってる人が増えちゃうと、そうするとね、どうしてもその人の影を見なくちゃいけないっていう問題が出てきて、 まあそれもある種愛なんだけど、だからそこの影に気づいてそれをねクリアしていくっていう、すごくいいチャンスなんだけどね、だから影が出てきたらね、そのこれをクリアしていくっていうねえ、ことをするとすごくいいわけですよ。うんね、だからままあだからまあスピーチャーカンセラー使ってくださいっていことで、このテレビでね、まあ、スピーチャーキ、あの みんな何でも鑑定団とかやっててねそこでそのいい先生と思う方を使ってくださいみたいな感じでねその人のブロックだとかねそののカルあの心の問題だとか取っていっちゃいましょうよってことで先生を紹介してるところもあるわけですよね、うん、チョコイングさん私たちが頭を悩ませなくてもうまくいくようになっているでしょううんだ、ね、だん,だんだから結局 きちんとしていった人っていうのは結局何も起こらんからね自分で設定しない限りはわざわざ戦場カメラんで私は行くんだっつっていったらそれはいろいろ巻き込まれるかもしれないけどね、うん、そういう設定をしない限りはね自分で望む設定をしない限りは巻き込まれることはないからねあんまりねうんね一人々一人の気持ちを持ちようそして行動が世界を変えていくんではないでしょうかまあそうですよね行動もすごく大切で だから自分が何かやりたいと思った時にね、あのやっぱりやる行動ってすごく大切なんですよね。あのー、うん、だから自分で動いちゃうとか早い時ってあるからね。<laughs> 例えばあそこにみかんがあ、ごめんなさい、みかんが置いてあってね、みかんがあそこに置いてあって、じゃあみかん食べたいって言ってね、じゃあみかん食べたい食べたいって念を送ってね、いるよりはね、あっちってみかん取ってきてこっち食べた方が早いからね。<laughs> だから行動も、行動した方が早いんですよ。うん。 行動を組み合わせてねやった方がいいですよ、うんね、非強制の法則だっつってだから誰かあそこにあるみかんは誰か持ってきてくれるはずだって設定するのもいいんだけどねまあそれもそういうので聞く機関もしんないんだけどさあのお母さんがく上がってきて「いはいおね、はい、みかんよ」っつって私しるかもしんないけどね、えー、そうじゃなくて自分にとちょっとのが早いからねそれはあるんですよ。うん、でもやっぱりこう あ見てるとねまあ、まあ僕ブログとかちょっと久しぶりにミキシーとフ,リフェイスブックにね黄金時代宣言っていうのを書いたんですけどねいや僕はもう黄金時代はなりましたよって宣言してるんですよまあ、黄金時代っていうのは、えー、この前の朝の土曜日の聖なる言葉でも話したんですけどあの、まあ、あのインドでお母さんインドでねあのあの 2,500年とか5,000年周期でねあのこう季節が変わっていくとか世界は変わっていくんですよ。っていうか、まあ、こ,うこ,うしてこう説明した方がわかりやすいんだけどあの地球には季節がありますよねと春夏秋冬。ね、で太陽系にも季節があるんですよ。<laughs> うん、そ,れそれが皆さん分かってない。でその季節っていうのはどういうことが起こるかっていうと心にすごく関わるんですよ。で人間が、ね、非常に 今までの時代20世紀までの時代っていうのは非常に心が荒れた時代で人間がこう本来の人間性っていうのから隔絶したところにいるっていうか全て分かれてなんかバラバラに存在している存在であるっていう認識を持ってる時代だったんですよね、うん、だけどこれからの時代っていうのはね人間が本来の自分は誰でかっていうことを思い出しちゃう時代に入っちゃうんですよ、まあ、つまり自分は神であるとかね自分は神とつながってるかとかねつながってるとかね うういいことを思い出しちゃうんですよだから自分誰かって思い出しちゃうんで非常に素晴らししいい時代に入っていっててまうんですねだから私たち全員が神でね全て兄弟姉妹だったらねなぜ人を、ね、殺したいとかね邪険にすることがあり得るだろうかっていう話になってくるわけですよね。意味がないしでしかもカルマの法則とかさそういう法則があるんだったら人に悪いことをすればそれ全部戻ってくるからね。 いや考えてみてくださいよ、1つのこう世界、だから宇宙自体が1つの世界だから、そこでねそこでボールを投げどっかにボールを投げればね、ねそれはどっかに反射して戻ってきますよ、自分に。1 <laughs> つの世界なんだから。それをそれを考えれば、カルマの法則ってのはすごく分かりやすいんですよで。やったことは戻ってくるっていうね。だから、じゃあ、いいことすりゃいいじゃないかと。でしたらね、あのー、ねねいいものいいことが返ってくるわけですよ。だから、いいことすりゃいいわけですよ、どんどんね。うん だからなんか知らないけどその僕もありがたいんですけどすごくこのテレビやっててねま,あまあこれ無料でさせていただいてますけどまあ寄付もすごいあのねあのいただけて本当にあげたいなと思ってるんですけどね寄付であのどうにかなってますししかも本当にいろんなところからね話が来てあのいやここ来てくださいあちこ来てくださいとね航空券とホテル代出しますからとかねそういう感じであのこう招待されるんですよ。 だからねやっぱりこうそれは上げているからなんですよいろんなところでね誰かにだからまあよ,よくね現代人っていうのはそのお金を対価としてもらうからだから何かしたらそれに対してお金っていう一対一のねそのあれっていうのもあるんだけどスピーチやテレビっていうのは基本的な一1対1ねでもないわけですよで例えばここで無料でツアやっててねで それ,はそれででも、OK、なんですよ無料でやってて、まあ返すそのね、何か寄付してもらう人がいたらそれもそれで OK なんですしだけど、みんながそこでいいなって思えとかねこんな勉強になったとかって思ったらそれがねまた回り回って違う人から私に戻ってきたりするわけですよ、まあね、だからそういうところもあるわけですよ、うん、だから全部が全部ね直接その人から戻してもらう必要もなくてねだからみんながみんなそういう気持ちでねみんなにこう何かいいことをしていったらどんどん世の中が良くなっちゃうと思うんですよ。 まあだからそういった先駆けとしてね、えー、お金を対価としないでちょっとやるっていうのをね、ちょっと実験的にやってるテレビでもちょっとあるんですよね、スピーチやテレビっていうのはね。うん。はい。トリアさん、今日の放送はどうして有料なんですかまあ、あのね、あの、まあなんていうか、ちょっと実験してるんですよ。あの、まあユーストリームがね、その、有料番組にすることっていうのができてですね。だからこれ実はこのこのの 生放送を有料にしちゃうこともできるんですけど、今これ有料にしてなくてですね、だからこの放送した後、バックナンバーを見る人だけ有料にしましょうっていうことでちょっと設定しようと思ってます、まあ、寄付ってことですね、まあ、3000円って設定してあるんですけど、でも実まあ、そ,そこでねでそこで入れた人がそれがこっちに来るようにです、ね、してあるわけですね。だからそれはまあ銀行行くのがめんどくさいだろうっていう人もいるし、まあ、いろんな事情もあるので、 であとしかもこの番組というのは、まあ、この前1か月前に撮った有料番組ってあるんですけどそれはまあ今無料に戻すっていうことになってるんですよね1か月間だけも有料ですという形にしてるんですよでそういうことでまあそれで、まあ、こういう形の寄付っていうねことをしていただくとありがたいなということでそし,てしてるんですけどね、まあ、実験も兼ねてやってるって感じですねでやっぱりここもねやっぱりあの お金も入ってこないと回らないところなんです、どうしても。こういう中っていうのはお金がないと何が物も買えないのでね、飛行機代もあれだけで、交通費とかも出ないで、取材も行けないし、カメ,カメラをね、こうかあの、壊れますしね、ずっと使ってると。もう、スピーチャーテレビで何台カメラあるか、使ったか分かんないんですけど、多分ね、今、今のカメラってね、えー、5台目ぐらいだと思うんですよ。 ほとんど全部壊れました <laughs> あの海に落っこったり土の上に落ちたり、えー、ぶつかったりとかいろいろあってですねどんどん壊れていくんですだんだんね。んね。あのー、まあそういうのありましてねだからそういうのも買っていかなきゃいけないんですよまあねいろいろね。 まあパソコンも壊れますしね、まあ、大体23年ぐらい使うとまあ大体壊れないというねすごいのは壊れないやつもあるんですけどねところすごいな6年使っても壊れないやつとかあるけどねすごくいいメーカーの買ったらまあ昔ソニーさんのいいの買ったら6年使っても壊れないんですよすげえなーと思ってるんですけどでもまあスピード的にはもうどんどん最新ソフトがどんどんはね最新になっちゃうと遅くなる ね、でデータとか大きくなっちゃうから遅くなっちゃうんですけどねそれはちょっとあれなんですけどねでもまだ動いててすごいなと思うんですけど、うん、ねただまあそういうとこもありましてだから全部が全部ね寄付あ急じゃないよねあの無料っていうわけにもいかないところもあって、まあ、ちょっと実験的にそういうふうにちょっと寄付を急番組としてそういうのをちょっとやっていこうかなと今思っているんですけどね、うん、ララコさん、えー、2012年に選ばれた患者は金 これは精神性が高まっていることも含,められると含まれていると思います。あ確かにそうですね。そう。でも、確かに、雷コさんでしたっけいや、今年の漢字は何でしょうかねっていう話、この前してたんでね、僕もちょっと注目したんですけど、あ、金だなぁと思ってね、面白いなぁと思ったんですけどね。ー金選ぶかと思ってね、うん。まあね、面白いですね。うん、また金金だし、金形軸も金だけど、まあ、 黄金の時代に入ったって言,言ってるわけですよ。だから、からさっきの話戻りますけど、ね、黄金の時代に入ったんですよ、私たちは。だから、近形塾っていうかね、近形塾、まあ、スピーチャーテーブルもそうなんですけど、スピーチャー研究家として私もね、もう人類っていうか、この地球自体全部がもう黄金の時代に入りましたよっていう宣言をしたんですよ。ね、土曜日にね。うん、もうそ,そういう時代ですよ。うん、もうどんどんね、いいことする人が増えてきてるしね。だから、けまあ、だんだんこの、 今、スピーチャーデビューのをね、こうやった、全部がお金ではなくてね、無料の人にも見れるようにしておいて、だから、お金がある人は寄付してくださいということなんですよ。で、また、これね、どういうシステムかっていうとね、寄付するっていうのは、それがまた他の人に回るってことなんですよ。だ寄付した人はね、徳を積めるシステムになってるんですよ、これは。だから、お金出した人っていうのは、そのお金出したことによって、 他の無料で見てる人が何人もいるじゃないですか。で、その人に、得を、得、得をこうね、こう、施してるっていうかね、いうことになってくるわけですね。だから、いいことをしたっていうことは全部戻ってくるわけだから、その人は寄付を支度することによって、もっと得を積んじゃってるということになるわけですよ。<laughs> これ、これは寄付をしてくれと言ってる意味じゃないんですけどね。でも、まあ、寄付してもらった方がありがたいんですけどね。いや、番組自体は良くなっていくからね、本当に寄付いただくとね。 うん、あのー、どんどん良くなってきますからね、うんあのまあ、この最近いいのはねそういうとこもあるんですよやっぱり皆さんがこういろいろよくしてくれることによってねどんどん番組の質が上がっていくわけですよ、ね、でいろんなところのやつが取りに行けるし、えー、いろんなゲストが来るしねっていうことになっていくわけですよねうんはい。 チョコリングさん、えー、パックソコンが固まります。個人的なことですが、ありがとうございました。えっ、ー、とね、これ僕はね、うん、これ例ではありますね。例例ではないと思うけどね。うん、はい。ねえー、トリアさん、今年は輪廻の象徴であるヘビ年。あ、それも面白いね。僕もそう、そう、だからウロボロスの、ね、ヘビ、ジャっていうのがありますけど、あのー、 尻尾を食わえてる蛇ありますけどだもうそういううい年なんだろうだから黄金時代に突入なんですよもうだから, <laughs> だからもうそこもシンクロしてるかそう,そういうことも言えますよねヘビ年だってことでねだから始まるんですよここからもうもう,もう始まってるというかねもう,も,うもうカーッと太陽がもう光り始めてですねもう,も,うはもうこう登る寸前っていうかもう登っちゃって見えたとこかもしれないもうそういうとこなんですよね、うん えー、かつスピーチャーとかね、なんでもお金が絡むと難しいですね。うんだから、本当に未来っていうのはお金がない社会っていうのは現れるかもしれないんだけど、でもまあ、ね、こういう形やっててもいいんじゃないかと思うんですよね、このスピーチャーテレビっていうのはね、まあ、やれるとこまでやろうって今、このでやってるんですけどね、実は。だから本当に、まあ、ギリギリのところもあるしね、ギリギリで,でないとこもあるし、微妙なんだけど、うんと、まあだから寄付でどうにかやってますよね。 もうちょっとあだから本当はねこれが結構給があるんだったら例えばそのまたカメラマン役の人が出てきたりとか、えー、っともっと特派員が増えていってだっただった特派員も一生懸命ボランティアですあの結構取りに行ってくれてる場合もあるんですけど無料で取りに行ってくれてる場合もありますからねそうした人にあの例えば交通費ぐらいね出したいなと思うじゃないですかそういうとこもあるわけですよ。 でだからそう豊かになってくるとそういうとこはできるんですけどね。うんまあ、ということでちょっとお願いしますよ。<laughs> まあその余裕があるか先生余裕,が余裕がある方はですねぜひこう余裕がない方も分 <laughs> からないですけど、まあ、少なくてもいいんですけど、あのーいね、入れていただくと得が詰めると思いますの、ね、でだからこのやっぱりこうなんて言いますかねスピーチャーセミナーって結構高いじゃないですか全部ね結構やっぱりどうしても。 しょうがないんですよ。あの、先生が少人数の人に対してはやっぱ教えていくわけだから、どうしてもね、セミナー自体は高くなってしまうんですよ。ただ、これがね、一人の先生でね、50人とか100人とかに、ね、教えてるみたいな感じになると、一つのセミナーの値段は下がるかもしれないんですけどね。まあ、なかなか、心とかね、精神が関わっていくものですから、なかなか難しいと。で、また、この、全員が全員セミナー会場に行けるわけでもないからね。 だからこういったスピーチャーテレビみたいなものがあるとね、すごく、えー、助かるしねであの、全員が全員お金あるわけではないですからね、いいことやっててお金がない人ってもいるからね、あのー、だからそういう人たちのためにもね、本当の情報がね、ただでもいけるようにねしたいなと思ってやってるわけですよ、実はね、このテレビ自体はね、えー、そういうところがあるんですよ。だからそこにですね、ご寄付とかいただくと、すごくね、とく詰めると思いますね、よろしくお願いします。はい いやでもね本当にだから本当にでも結構ねあ,のありがたいです、誰って言いませんけどね本当にいただきますからねあのコツ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 入ってきていただきましてですねそれが全部番組の方に回ってますのでね本当に作成の方にねえありがたいですよ。うん、本当にだからそういうところでねこうやってテレビやらせていただいて私もすごくありがたいなと思ってね本当に皆さんに感謝しております。本当に、ね はい、ということでまあ <laughs> そういう感じなんですけど、まあ、だからちょっと思うとだから世の中にいいことしてる人はさこうフリーパスとか持っててさこの人世の中いいことしてるパスみたいなってそば屋行ったらただとかね <laughs> そういうのあってもいいんじゃないかそば屋行ったらパスただスーパー行っても何買ってきてもただとかね,ね <laughs> そういうのあってもいいんじゃないかと一緒思ったりする時があるんですけど、ね、だって世の中にいいことやってる人っていっぱい実はいてねやっぱその人っていうのはやっぱり。 優遇、ね、されてもいいんじゃないかと思いますけどね。うん、でなかなか評価する人も難しいですけどね。うん、やっぱりこのスピーチテレビに何やってるのかよくわかんない人っ,やっぱりい,るいらっしゃると思うんですよね。でだから結構真実の話をしててもですね、まだだからそこに近づいてないとわかんないんですよ、何言ってるかって、この言葉って。わかんないからね、それは難しいんですよね。やっぱりあとととと自分のその体型ののそ体中でピンとくるものとかがないと ここれ何言ってるのかなってのかかなななというにちゃうかもし,れないしねだからある程度ねこのテレビ見,らっしゃる見るってことはあとまあこのテレビ見てる人はかると思うんだけど本当に中上級者の人スピーチアー系だと中上級者の人が多くてねであと準備がここは魂の準備ができてる人でこの前もパッと悟っちゃった人いるんだけどあのねあのいや 私がこんなテレビに出てる先生側に回るとは思いませんでしたと言ってたけど準備ができてねもう魂の準備が、うん、だからね見てんですこのテレビ、ね、だからねそういうそこだから皆さんも準備できてんです魂結構 <laughs> できてる人多いんですだからだからねちょっとやっただけどバッて上がっちゃうんですよ本当にそこにいますからねまあだからすごくこのテレビ面白いテレビですよは <laughs> <ょ>っきと <laughs> 面白いテレビだなと僕は思ってるんですけどねだから フランキー、フランキーみたいなとこがあってね。だから、あと、こういうスピーチャーの大学だって言ってる話もあるんだけど、大学とか大学院ですよ、と、このテレビはね。この時代、全部見てると、本当に講義に近いから、講義とかもあってね、講義的なところもあるから、全部学びになっちゃうんですよね、全部ね。勉強になっちゃうんですよ。だから、誰かよく、今日も勉強になりましたって書く人いますけどね、チャットのところね。まあ、その通りでね。あの そのスピーチは大学院とか大学に行ってるのもんですよ皆さんがねそういうとこがあるんですよねだからそこで学ぶとすぐ上がっちゃうんですよ意識がね、うん、そういうとこありますよねまあこういうとこあってもいいと思うんですよだから本当にだねそれをにこういろいろねしていただく皆さんって本当にありがたいなと思うんですけどね、うん、まあそういう感じですよね、うん、はい、うん ちょっとですかね、えー、実は私も今年ができましたがまそうですかあだからこのテレビに会えたのかそうなんですか勝さんどういうルートで悟りましたか <laughs> また教えてくださいよ面白そうですねいやーだからあとねこのテレビのいいところはね増田家さんのこのほら悟りっていうのもあるんだけどさ他のやつもとうち出しちゃうからさでも僕中立なのよ基本的にあのー。 いや、いいとこは紹介するよ、もちろん。いいとこは紹介します。で、他のいいとこも紹介したんだよ。だから、そこだけってことはしないのよ、僕は。あんまり、好きじゃないのね、そうやって。どこだどこからけひいきするっていうのね。だからまあ、いいとこはひきしたいと思うけどさ、その、ね、だから、いいとこでやってる人はみんな引きしたいと思うのよ、僕は。そしたら、あとね、いろんな角度から見るってすごく大切でね。 でそうなんすよそのここで言っていたいのはね、一つのことだけと正しいって言ってるのを教え込むテレビじゃないんです書いて。どっかに書いてあると思うんだけど、テレスピーチャーテレビのやつがね、どっか下の方に書いてありますよ、確か、見てると。このテレビはえ、なんだっけ、あの久しぶりに読むとね、えー、何かを強制したり、教え込んだりするテレビではありません。えー、いろんな情報や団体を紹介するのは、 あなた自身が何が真実であるかを見分け学び取ってもらうためにあるのですって書いてあるんですよそういうテレビなんですだから、ね、いろんな人出ますしねだからことによるとねまあ、いろんなほらパーソナリティーさんがねいろいろ,いろんなゲスト引っ張ってくるもんだからいや僕がね OK じゃない人も引っ張っちゃう時もあるんですよこの人ダメだねって僕思ってその来ちゃう時あるんですよでもだからしょうがないもう皆さん中上級者だからもう見分けてくださいね うん、それは見分けていただければと思うんですよしょうがないもんだよね,ねだからその話を聞きたい人もいるしだから結局反面教師だと思ってね見てくださいそういう人はね、うんまあ、中上級者だったら分かるでしょうだからあの何、ー、て言うのかなそのもう皆さん分かってらっしゃる人っていうのは全てがほら鏡になってるからねそれに引っかかるっていうのはやっぱその人のにそこにフックがあるんですよね だから、そういう鏡みたいんでないんだれば、変な人が来てた人も、その人、るしッだけなんですよ、そのその先生ね。だけど、フックがあるとその先生に引っかかっちゃったりするんですけどね。うんえー、チョコリングさん、どうしたらゲイさんに、ね、ID もらうんですかあ、ゲイトさん ID、ね、発行システムなくなっちゃいました。<laughs> ああゲイさんの、ゲイさんの仲間になるんだったら、そこの女だっけは、あそこですよ。A、上の方に、 右上にマスターゲートって,入って書いたんだけど、えちょっとね、これ。確かにゲートさんのところはこ、ここら辺とかにね、ここら辺から飛んでいけるとこいっぱいあるから、飛んでってどっかで書くとね、慣れます <laughs>。仲間になれますから、もらってください。あと、でも、あのこ,こっちの意味だったらごめんなさい。ゲートさんが実は名前を付けてくれるってシステムあったんですよ、ご希望者には。ね。で、 ご希望者にでもね、これが多分相当増えちゃうと思うんで、そのシステムなくなりました。だからね、あの自分で名前を付けるシステムになりました。自分で自分の名前好きな名前をね、ID とかもらうっていうかね、その、勉強、勉強の時の名前ですね。だから、チョコリンクさんだとチョコリンクさんのそのままでもいいし、あのいいんです。だから,だから僕 t、t ィ僕もらってませんから、ID。だから僕はブラザーだと思ってるから、その、 一緒に学ぶ、学んでる人だと思ってるからね、その宇宙っていうものをね。だから、もう ID わざわざ、まあ、もらってはいないんですよ。でももらうっていうのもあれなんだけどだも、もらってないんですよ、僕は。うん。ね。だから、まあ、だから、自分で名前つけてね、TD で入ってますけどね、僕はね。うん。そうですね。だから、あの、本格的に学ぶってやらないと、ID, そう ID 作ってね、やらないと、 見れないところもあるんですよ。なぜかっていうとね、あのー、あそこ、ゲートさんのところのシステムはねあの、インカシステムだから、あの、ほら、ちゃんと入門しましたってことにして、あのー、あれなんですよ、ゲートさんが、その、ほら、習熟度を判断してるんですよ。だからねそ、それを判断するってことを、をできるように、その、リストに入っておく必要があるんですよ。ね、メンバーリストに。 だからね、そうしたらダメなんですよね。うん、だから、ちょっと見れない掲示板とかあるんです、うん、で、あと、まあ、チャットとかねス、スカイプとかやってますかそういうのにね、参加していただくことができますんでね。うん、メンバーになるとね。うん、ってとこがありますね。まあ、でも、まあ、ゲートさんがすべてでもないしね、あ,あなたがすべてなんだよ。<laughs> あの、ちょっと言っときますよ、ちゃんと。 ゲイさんが全てじゃなくて、あなたがす全てなんですからね。あなたがせ自分の先生ですからね。あなたが悟る悟らないも決めることができますからね。ねあなたが自由に生きていいんですよ、別に。うん、だからこれ、安倍さんと行って、とこ行って学ぼうが、サイマーさんとこ行って学ぼうが、OK なんですよ。あのー、そういうもんなんです、あのーあのー。だから、自分がね、やりたいとことやればいいんですよ。うん、ねあの。だからいいんです、それで。 賀格さん、賀格さん、誰だ格さん、知り合いの格さんから違う違う格さんだよね、えー。自分が知って生きて生まれてきた意味、えー、神と何神と何を学ぶように約束し、えー、根性に生まれてきたとか思い出せました。おお、すごいな、えー。まだ全部ではないんですけど、自分の約束は徐々にテーマとしてやってきます、えー。霊能力もスーパーやがりました。あ、そうですか。なるほどね。まあ、霊能力、まあ あと悟りにはね超能力は霊能力とはちょっと違うけど超能力は関係ないんでねあのこれがまた面白いところなのよ悟りっていうのはこれはね能力関係ないからね <laughs> 結構誰でも悟れぐるからね悟りって、うん、素直であると素直であればね誰でも悟りちゃうからねこれは面白いですね、うん、だから今までの知識だとかねあんま関係ないんですよ <laughs> 困ったもんですよ うんねええ、だからそういうとこだと面白いです悟りだけに関してはね。だから逆にほらちょあ,のあまり今ねちょ聴音力とか、ね、にこだわっちゃうとね悟れないからねあのまあ仏前とかだと聴音力にこだわるなってことなんですけどね、まあ、その通りでねだからそっちにこだわっちゃうとなかなか悟りの方に行けないんですよね。うんまあ、まあ悟りも一つのね何て言うかな、まあ、持ってた方が便利なものの一つだからね。 持っいいいなと僕は思いますけどね、うんまあ、そういう人が増えてきてもい僕の予想だとね、うん、まあこれ有料有料したからこれ今,今ね生で見てる人はこれ見れるずっと見れ,るんだ見れてるんだけどさあとの人は有料で見ると思うんだけどその1か月間だけですから、ね、1か月間だけ有料にしておきますからあのいや僕,僕の予想だとね 1> 1万人とか出るよ今簡単に言うと悟った人これから、うん、<laughs> 本当にまに、あ、1万人どこじゃないかもしれない本当にねいや何 T さんそんなこと言ってて,ってそうそうありえんですけどいやなるよなるなる、うん、だって黄金時代だもんっていうかあの黄金時代時代の定義時代っていうか定義がねもうみんなが神を知って に気がついちゃうというか、神とつながっちゃう、まあ要は悟ってる時代ですよね、要は、まあ言い換えると、そういう時代に入っちゃうんでね。だからこれが相当数あの悟りますから、もうね、石投げたら悟った人の当たりぐらい当たるあの悟りますから、うん、でね、で時代的にもう分かんないけど、まあちょっとちょっとの間は、まあ悟りブームみたいなのあるかもしれないですよ。うん、今後ね、あのー。 英会話勉強するようにね、とか、ね、パソコン勉強するようにねあの、やってた方がいいかもしれないですよ、本当に。<laughs> うに、ん。だって、これ、これのが基礎だもん、本当に心の基礎だから、これやっとくとね、あと、すごく応用が効くからね。うん。えっ、ー、と、この前かい、ちょっと僕、解説書きましたけど、サトルどうなるかとて、まず、若返るでしょ。えっ、ー、と、若返る、ピコ。えっ、ー、とね、いや、すごい効果出るよ。ば、 万能薬みたいなとこがあって、えーっとね、若返るでしょ不動心が養われるでしょ、えー、自信がつく、まあ、似たようなとこがありますけど、えー、死の恐怖がなくなるでしょあとより自由になるでしょ不安感がなくなるでしょ、ね、だからあとすごいバイタリティとか判断力とかも上がってくるでしょだからね結構万能,万能薬的なところがあるんですよ悟りっていうのはだからその点ではねすごくおすすめしたいところですよね 悟れば痩せるそうそうそれね可能性あるのよだからね自己コントロール力がすごく上がるあの自分が本当にしたいだからティーデね今ちょっと痩せてきてるんだけど実はちょっとかっこよくなってきてるでしょ俺うんだから近づいてくるとねあのみんなかっこよくなってきたりうかうつ美しくなったりねエネルギーが上がってくるんですよ、うん、でストレスもなくなってきちゃうしね 結構いいことが結構多いんですよ、うん、だからねあの悟、ー、っちゃった人がねじゃああなたを家族の人はね全部もっ取ったはいいよって言ったりとか友達進めちゃうっていうのはそこがあるのよ本当に実感していいなって思っちゃうんで進めちゃうんです人をね賀来、うん、さんみんながみんな療力は必要ないのだろうけど私の人生にとっては必要みたいです あそういういのはありますあのその人の人生でやっぱり課題とかありますからあのだそれが駄目とかそういうことじゃなくてねあの例えばかけ子が速いのと同じですから連動力とかねそういうのっていうのは聴力とかっていうのねそれはそれでその人の個性だからそれはもうずっとそれを生かしてやられて全然問題ないんですよ、うん、ねそういうとこありますよね、うん ね、だからこれからまあ僕は楽になるなと思ったんですけど、ね、黄金時代に入ってきて楽になるああこれだけ意識高い人いればもう楽でいいやと思って本当に楽ですよ意識高い人にね囲まれてると思うのにほんと楽でいい、うん、だって変な変なマイナスエネルギー飛んでこないしね、あのー、気兼ねしないで済むしねともフレンドリーだしね楽々もう愛に溢れてるしねっていうね <laughs>、うん だけどね、まあ、インカ、インカ取ってもすぐそうなるわけだけど、インカ取って熟成していかなきゃだめだけどね、ちょっとね。インカっていうのは、あのー、ちょっとごめんなさい、マスター,マスターゲートさんのスシステムを言いますけど、マスターゲートさんのところのシステムのインカっていうのは、悟ったからインカっていうよりは、どっちかと,いうと、まあ、この人はもう完全に悟るところに到達されると思われるので、インカを出しますっていう意味ですからね。あのー、悟りましたから出してるんじゃないですよ。うん。そのやり方の基礎が分かりましたということで出してるので、 あの悟って,悟って完全に悟ったということを出してるわけじゃないので、ね、それはちょっとあれなんですけどねあのそれはご理解くださいだから熟成が必要なんだけど熟成されてきて1年とかね2年とか経ってる人ってやっぱすごくやっぱいいですよ、うんね、そういうとこありますね、うん、あだから本当と若返りますよ、うん、だからティリも肌すべすべみたいなのねところがあるわけですよね、うん ということなんですよ。あるほど。まだこうやってスピーチャーのところにですね、こうかかってるっていうのはね、まあ、まあ、ありがたいですね、まあまあね。うん。そういうとこあります。えー、大丈夫ですさっさ。確かに石思も高い人のそばには居心地がい,いですね。そうなのよ。まずオーラが綺麗だしね。 あの意識ブロックないでしょうん楽、うん、だ,かだから意識ブロック多い人のさそばにいるとさその,その金銭をさ刺激しちゃうとギャーってなっちゃうからさ大体さ面倒 <laughs> くさいんだよね、うん、いちいちその地雷を踏まないようにさこっちがさあのやんなくちゃいけないじゃないですかだから意識ブロックない人同士でいた方が楽で楽でいいもう本当に。 面倒、ね、くさいもん、うん、だから会社なんかでもねか意識の高い人を集めなさいという実はあるんだけど意識の高い人を集めてやった方が成功する確率が上がるわけですよやっぱりだからその地雷ばっかり持ってる人をねいっぱい集めたってねあれやったこれやった地雷踏んだとかで,でいろんな支障が会社の中に出てくるわけですよ地雷が多い人るい,いっぱい入れちゃうとね だから会社にならなならいですよねそうなってくる、ね、会社とかねそういう組織にならないんですよ、まあ、そういうとこあるだから今後ね悟りとかってね僕本,本書こうかなと思ったりするとこもあるんだけどだから悟,りの本か悟りにこうやってそう、ね、悟れますよっていうかこことことここは悟れる団体ですとかって書こうかなとか思ってるんですけどねそれぐらいいいなと思ってただって万能役と思うん だからやっぱり条件としてねまあね昔だと履歴書にそろばん難休とかで運転免許ありとかねインカありとかね書くようになったりしてるななんでそ,なそこまでにならないと思うけど、ね、そういうあるとないと全然違いますよあの、うんね、そういうところなそういういところありますけどねちょっとね、うんまあ、あとあそこは宗教じゃないから言っときよな宗教じゃないからそこはもうん。 もう自由なところだからね、うん、なんか集団縛りないから、うん、集団縛りやってたら違うから、それはちょっとま,まだ勉強不足の状態だからね、それは気をつけていただいてね。す、う、べ、んまあえっとうん、てはね楽な方に興味になってるんですよ、あのー。だから、集団縛りとかってなんか楽じゃないでしょ、まあ。 20世紀によくあったパターンだけどね、うん、みんなで戦争するんだとかね、一、うん、億日の玉だってまあ、分かんなくはないんだけど、うん、とかね、あと、うん、あの宗教団体でわーってやって、勧誘してこうみたいなとかね、そういうのとかって、すごい嫌でしょ、なんかこう、法師、法師日があるとかね。うん。ね。うん、悟り方って人それぞれのよに本格大丈夫ですかうん、大丈夫っていうか。 悟るるためののメソッドをを持っっててとところの紹介をしようと思ってます、うん、だから一箇所書かないんですよ。だからサイマーさんのとこもありますよ。どれ書くも。サイマーさんのとこもあるしだ、安倍さんのところもあるしね。いろんなとこあるじゃないですか。だから、そういう,とそう,いうことを、そういうのを僕はしたいなと思います。スピーチャーテビブもそうなんだけどあのと、まあね、ゲイさんとか本当にいいとこなんだけど、あの他のとこでも悟れるからね。うん、それは僕言っときますどこで行っても悟れますよ。 <laughs> あの本当に、うん、ね、えー、先生これ、えー、先生誰 <laughs> これ有料ですかって何何分かんない、うんうん、本のこと映像のことわかんないけど、うん、ねだから、うん ま悟、あ、りにしてもさあの、なんていうのかな、まあこ、こっち行った方がいいよっていうガイドブックですか、ミシュランガイドブックですかみたいな感じですかね。まあ、三つ星とかやらないけど、こんな人とこんな人とこんな人いますよみたいなね、うん。どこ行っていいかわかんなかったりするじゃないですか。で、あとね、絶対ダメな人、俺、紹介しないからさあの。で、やっぱりね、やっぱダメな人っているんですよ、その、本当、本当じゃないとっていうか。 あんまりあんまり途中途中までしか行けないなっていういや悟れるって言ってるけど実は途中までしか行けないとこってあるんですよ実はさそのやってる人は悟ってないから <laughs> とかあるからねうんそうそうそうだからそういうとこ紹介してもしょうがないでしょだって <laughs>、うん、でも悟るって言って一生懸命ねお金いっぱい集めてるててますけどねそれでいっぱい儲けてらっしゃいますけどねいや困るなぁと思ってね 大体僕の設定だとお金かか,かなくても,もう悟れるところっていっぱいあるんでねそこを紹介したいなと思いますけどねお金かかっても悟れるところあると思うけど、うん、でもまあすごくお金かかるところは大体偽物だからね, <laughs>、うん、ねえプリンさんネガティブエネルギーを、えー、放っている人がいても仕方な,いく,仕方なく何とかいようとしたいけど 最近罪悪感を持つことなく離れて、えー、距離を切るようになりました楽になっています,いますとはなるほどね,、うん、うね分かっていればいいのですが団体入らなくても悟れますよねそうそう団体入らなくても悟れるのよだからなんか団体に入らないと悟らないって錯覚を起こさせてる団体とかいっぱいあるけどね団体に入らなくても悟れるのよ、うん、そうそうそれはあるんですよ はい、えー、となんんだっけうう、ねまあ、そうそうそそうでもさ悟りって言ってるけど悟った段階から死ぬまでテーマはやってくると思うんですがこれで終わり的なとこはないっていうことですよねそうなんですよだからあのね白帯こ,こ,この説明の方が分かりやすいな。 黒帯もらえましたみたいな。一だだから初段になりましたみたいな意味ですよ。はっきり言っちゃうと。で、あと、ね、十段までもっとありますけど、それは自分でちゃんと学んでってくださいってことですよ。はでも黒帯上げますっていう。うん、そんな感じ、うん。だから初段がまだ強いかって言ったらまだ弱いんですよ。<laughs> うん、で、だんだん上がっていくんですよ。一段、二段、三段とかね。二、うん、段、三段、四段、五段とかね。で、五段ぐらいになったらもう強いですよ。結構。<laughs> 黒帯だったらね。 そんな感じですよ、うんね、でも白帯の人から比べれば、まあ、黒帯だからねやっぱり強いですよ柔道で言えばね,、うん、ねこれ俺,俺がちょっとでもあれだからねちょっとあれなんですけど、うん、自,分自分にとどまるようになりますよねで臨済衆とかって言ってるんですけどあれ悟った状態のことの臨済です。 言ってるなぁと僕思いますね自分の中でとどまってる状態ですねだ今ここっても言えるんですけどね安倍さんのようにね今ここっていうことですよねやっぱ自分を見てるっていうかね自分の中から外を見てるっていうか外,外に振り外に中心があるんじゃなくて自分に中心があるってちゃんと分かってる状態ですねうんそうどの程度誘ったっていうのかそこが難しいんですよでね これ錯覚がちょっとあってねさ悟りってもう一個あると思われてたんですよつまり外,外のものと一体化していくっていうワークが実はあってそれやっても悟ったような錯覚になるんですよねでもね不安定な悟りなんですねそれもでも悟りでないとは言わないけどすごく不安定なんですねでだから内側に入っていった方がねすごく安定した悟りになりやすいんですよだからねでも内側に入る悟りをちゃんと おす,すめします、ねうん、だからどこどなた悟ったとあどの程度誘ったっていうのかしらとかそれもあるんだよだからねそれでねあのゲイツさんとかでインカっていうシステムを出してるのはすごく分かりやすくてあなたはそこまでこう行きましたよってことで出すってことで区切りがわかるんですよで自分でもねやっててねどこをどうやどこと今どこのレベルでいいのってわかんないわけですよねうん それがありまして、うん、だからそういう点でね、うんと、インカ出しますとかっていうね、やってくれての分かりやすいんですよ。うん。その点はいいですよね。あ、これ、あ、心の、こういうふうになってる心の状態まで到達した人が悟りなんだっていうことが、自分で分かりますかね、インカで出してもらうとね、たいね。うん。そういう点では、すごくね、いいんですよ。うん。っていうところありますね。うん。 だから黄金時代なんでね、やっぱこう、黄金時代になりましょう、皆さん。<laughs> 黄金時代らしい生き方していくという言ってます。だから、これから基本が、基本がそういうとこに神と繋がっているような意識になってね、多分誰かに印鑑もらったかとか、そういうことじゃなくて、自分でなってりゃいいんだから、要は。なってりゃよくてね。で、自分の地下で行ってもいいし、誰かの勉強で行ってもいい、メソッドで行ってもいいし、なんでもいいんですよ、要はね。うん。ね うんね、だから、うんね、悟ったといえば悟ったとおりか分かります、まあ、そう、まあ、そういう言い方もありますよね、うんまあ、悟りとは、ね、いろんなものの差を取っていくことだという表現ありますからね,ね、まあ、それでも、まあ、いろんなメソッドがあるわけですよ、うん 安定してる点ではゲートそのやメソッドはいいと思いますね僕はねうん、あの,その悟った後とにブレにくいからねで外側に行く悟りはねブれる人多いんですよ、うん、中心が定まってないからちゃんと、うんね、まあでもいいやまあいろんなやり方ありますんでねいいと思いますよだからつまりなんていうのかなだからあのほら 曼荼羅があるじゃないですか金剛界曼荼羅と太蔵界曼荼羅っていう太蔵界って自分の中に入っていくって言ってもこう仏がわーっていっぱいいてねで外側行って金剛界って外側い宇宙の方行っても仏がいっぱいいるんですよだから内側行っても外側行っても仏がいるんですよね <laughs> でそういうもんなんですよだけど内側をやっぱ確立しとかないとね外側行ってもダメなんですよだから両方本当は両方分かってることが重要ですよねうんだからそ,うそういう状態にない,いと思ういいと思いますけどね で今理屈言ってますけどね理屈じゃなくてもうなんていうかなそういう理屈なしにですねもう自分がここにいるでもう OK なんですよねここにいるっていうことを認めて自分のは素晴らしいと思っていてねいや天井点が優雅独尊というのはねすごいことでねあのー、お釈迦様は中量中用っていうことを言うんですよあのべ、ー、てほどほどにいって真ん中でいなさいってねだから食べすぎるって 食べるるってこともするわけだけだど全然食べないっていうのも病気になるし食べ過ぎるとも病気になるじゃないですかだからちょうど真ん中にいなさいとかねそういうことなんですけど全てのものをねだけど一つねお釈迦様の教えの中で一つ中用じゃないものが一つあるんですよそれがね天上天独なんですよ、ね、僕はこれ気が付いたんだけどあのやっぱ瞑想してる時にね天井天下優雅独存とか,か自分はすごいね素晴らしいと思わないとね 高いい意識まで上がらないんだよ実はあのねやってて分かったんだけどその瞑想だと全部意識をこうマインド消してってやるじゃないですかだけど一つだけねその自分は素晴らしい人であるっていう思いをちゃんと持ってないと上がらないんですよ今までちゃんとあのすごい高い意識まで上がらないんですよ。なぜかっていうと本来の自分というのは本当に尊くて素晴らしい存在だから。 そういうふう状態の意識にしとかないと、し宇宙とシンクロしないんですよ。宇宙とかすべてのものっていうか、尊い意識まで上がらないんですよ。だ尊い意識。つまりね、なんていうのかな。あの瞑想とかしている時に意識を上げていくときって。あの、自分がその状態になる、なるってことが重要なんですよ。あの。自分がその状態になるから、その境地。すべていろいろはい、する。わかるっていうか。そういう状態なんですよ。 だから、まあアカシックレコードにつながるでもいいんですけど、だから、それはアカシックレコードになる、つながれる脳波だとか、そういう環境を自分の中で作り出したので、そこに全部見れるようになるわけですよね。だから、ある境地に上がるっていうのは、自分がその境地に上がることによって、すべてのものがわかるようになるんですよ。認識できるようになってくるとこがあるんですね。だから、自分がそこに行かなきゃいけないんですよ。だから、自分が行った結果、そうなるんですよ。<laughs> 面白いですよ、ね、卵が先かリが先か見たいなとかあるんだけどだから自分がその山に登ったことによってその全部見えるようになるっていうかねすべてのものがねそういうところがあってその中でその一つだけ中央じゃないところがあってそれそれが天井点が優一の独創なんですよ自分は本当に素晴らしい存在であって、えー、この本当に宇宙に匹敵する素晴らしい存在だと思ってもいいんですよだからそうそういうすごい、えー、なんてとうかな自信というか そういうい自分に対する、えー、素晴らしさっていうのね認識を持っていないとね上がれないんですよ。うん、これはねゲートさんのメソッドも実は同じなんですね。でだからねそうここだけはね中要じゃないんです、うん。これはだから皆さんねもし自信ない方いったらもう自信持ってください皆さん。宇宙の根本根本的な原則が全てのものは素晴らしいなんですよ。だから 自分のこと素晴らしくないと思った時点で宇宙のねその,そのシンクロ率から落ちちゃうんですよその宇宙のものは全て本当は素晴らしいと思っている存在だからそこにいるためには自分が素晴らしいと思っている必要があるんですよだから素晴らしくない,ないと思っているものは宇宙から弾き飛ばされちゃうんですよだからどん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 エネルギーが落ちていって誰かにいじめられるしみたいなになってちどんどんどん,どんつまんない状態になってしまうわけですねだから いじめられたりとかいろんな支障が出るっていうのはそれは自分の意識の持ち方が間違ってるよっていう意味でもあるんですよ。ね、確かにいじめる方も悪いんだけどさ現代社会から考えれば、まあ、カルマの法則とかも派生するからねだけどそれを超えちゃう状態っていうのがあって自分がもうすごい意識で素晴らしいと自分のことを思っていた場合いじめは発生したくなっちゃうんですよ。ね、そういういところもあるだから した宇宙とシンクロ率が高いとエネルギーどんどん入ってくるからねしかもだからどん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 パワーアップしてきてパワーが強い人間に対してもうあんまりいじめなんかしてこないですよあちっちも怖いから <laughs>、うんね、何さないいかわか,かんないもんだ,かだんだ,んだからエネルギーが近いからいじめられるのはちょっと、うん、エネルギー低すぎちゃうとね、うん、そういうとこもありますよね まあいろいろありますけどね。うん、まあだからねさ、悟りもね、だからいろんな考え方あってね、これが悟りだっていうのもまた難しいところもあるんですけどね。うん、と思いますよ。うん、だからね、うん、まあでも共通性はあるところもあるからね、それは悟りだとも言えると思うんですけどね。うんまあ、だから現代人がね、今,今後ですねあの、マスターしといたことのいい一つのね、 えー、要素として悟りはありますねだってうんだからストレスとかなくなるからねだから本当と肌ツヤも良くなってね若くなるでしょあとだ,だからエネルギーラインがしっかりしてくるから多分これこれあの理屈言うとそうなんだけど理屈言ってもしょうがないんだけどだから余分なエネルギーを外に使わなくなるから全部自分にあるわけですよだからエネルギーが枯渇しないから元気になってくとこがあるわけですよねだから そういうい点ででも、ね、得なんですよだから若くなっちゃうんですよだからまあでもねスピーチはぎ、まあ、こういうのもありましたけどスピーチャーやってる人は基本的には若いんですよ本当にこれは本当にそうで年齢不詳の人が実は多いんですねでねティリーナも何歳か分かんないって言われる時もあるんですけどだからそういうそういう感じで年齢不詳の人多くてね、うん、そういうとこがあるんですよだけどねもっと悟るともっと輪をかけてもっと若くなるからね、うん 本当にそういうとこがあるんですよね。うん、だから完全にエネルギーがね赤ちゃんとかね赤ちゃんというかな本来の自分のエネルギーに近づく感じがしますよね、うんまあ。そういう点でもおすすめしたいかなと思うんですよね。私も若いまでねであと黄金時代ってねこういう可能性があるともう一つあるんですよ。あのほら聖書のね昔のほら何,何百歳生きたとかって書いてあるでしょ。あれのあそこのキーツってね黄金時代の人の話だよ。 要はだからねだから神とつながってるとエネルギーもどんどん入ってくるからね、あのー、昔みたいにさすぐ漏水するってことはちょっとあ,ありえないと思うんですよ、うん、だからね長く生きちゃう可能性が高いんですよ実は、うん、だからねそういうことですだ <laughs> から若くなっちゃうんですちょっとエネルギーが充実しちゃうんだもんねえ当たり前の話なんですよ でもスピーやってる人って太ってる人多いよう気がする。あ、そうですか俺ちょっとそれは分かんない。うん。掃除手は普通だと思うけどね。それは体型は普通と思う。僕は太ってるかもしれないけどね。ちょっとね。あでも最近ちょっと忘れてきたのよ。自己コントロール力も上がってくんだよ。なんかね。あと余分なことしなくなったっていうか。自分を大切にするから、あの、変なものね、食べようとはあんまり思わないしち、ちゃんと丁寧に食べるようになったりとかね、しますよね。 本来の、ね、だ意識はハイアーセルフ状態になっていると言えるんですよ。悟りってどういうことかっていうと。要は、悟りってまあだから、サイマーさんのやつ、こう,ここうちょっとちちち小さいけど、この肩のところにありますこれ、これ、これちょっと見えないと思うんですけどこの、これはね、この自分が上がってって大いなるものと一体化するという絵なんですけど、こっちも小たいよね。お前出したっけよいしょ。こういう絵なんですけど、まあ写真。 ここはここにいるのが僕です自分ですねでこれがもうこれは子としての自分なんですけどもう意識が上がっていくとどん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 レベル上がってもう大いなるものと一体化するというか、まあ、う全宇宙と一体化していく自分があるわけハイアーセルフというのはここら辺にこう書いてあるわけですけど要はね悟りっていうのはハイアーセルフになっちゃってる状態だから自分がでハイアーセルフっていうのは自分だからね要はだけど子としての自分でいるとこっちになってそのみんなばかれてるような感じの意識でこういるんだけど 意識ががっっっててるるととここちに上がってくってことなんですよでこ,のこの状態で維持している状態になっちゃってる人が悟り悟った人っていうことになるわけですねだからそういう状態だとねだから健康もだから変なことしないんですよそのまず大体やることが平和的だしね、あのー、無駄なことしないですねあの判断が的確でしょ うん、だからちゃんと食べるものもきちんと食べるからへ痩せてきたりとかねするわけですよだから適正を適正よ食べるようになりますよね非常に無駄な食べ方しないっていうかねいう感じになりますよね、うん、まあそういうとこがあるわけですよねまあ伝説の講義っつってけどね <laughs> 伝説の講義って言っちゃったんだけど、まあ、まあでも裸の話したんだけどね <laughs> うん、まあそういうとこあるんですよ。で、うん、あと本当はだから悟り悟りもね同時並行でねその自分の、まあ、ブロック心のブロックどんどん取っとくってことですよ。だからねあの悟りのやつを勉強するときにブロック先に取ってた方が楽ですよそれはあるのブロック取いっぱい取っといた方が楽ですよやるきに、うん、どうしてもブロック出てくるから今のところでね、うん、だからこれは同時並行でどんどん取った方がいいんですよね。うん、だから 悟りの情報ね来ると、まあ、ある種準備ができた人っていうのは来,来てるとも言えますしねこういう情報はね,、うん、ねでもまあ先ほど賀来さんが言ってましたけど終わりじゃないんであのインカ取って終わりじゃないし悟ってから終わりじゃないんですよまだ先があるんですよずっと宇宙ってのはねもうずーっと成長のね階段があるからねどんな状態になってもずーっと成長の階段があるんでねあのそれが続いていくんですよ うん、で本当に人間っていうのは本当に素晴らしいっていうのはねだから私たちがもしかしたら昔動物やってたかもしれないしわかんないんですけどそ,のそういったぐるぐるそれ,それがすごく高等進化してねで我々のようなその人間っていう存在に慣れてですねでこの人間っていうのは本当に神に親しい力をこう秘めてる存在だからいろいろできてるできるんですよね。でも どう,もどうしても最初の時はねそのその人間っていうもの,の使い方がわからないとどうこのマニュアルがないとまあねマニュアルいろいろあるんだけどでもうまく自分がもういる自分の設定したもんでがんじがらめになっちゃってるもんだからわからないと、ね、自分が何もできない無力な存在かと思っちゃってる自分っているから、ね、そこから始まっちゃうからねちょっとややこしいんですけどねで分かってくると なんだこんなこともできるあんなこともできるっていうことでねもう,もう無限な状態になってきますからねこんなにすごい、ね、自由度の高いねところを生きてる宇宙でもねその場所ってそんなにないすごいと思いますよ人間っていうのはあとチャネリングとかね僕思った時があってね例えばアセルドマスターっていう人たちがいらっしゃるんだけどアセルドマスターっていうのは まあ例えばねもともと人間とかをやってて、うん、っと知的生命体をやっててですねで悟,悟りきってもう完全に下脱してもう輪廻のっから把握ついちゃってもう生まれてこなくなっちゃった人たちがいるんですよ。まあ、時々ねあの勉強のための,そのキリストとかねブッダとか生まれてきますけどねそういうことはあるんですけど、まあ、現代にはいませんけど、えー、生まれてくる 時があってねそういう時あるんですけどそ,それ以外の時はねもう生まれてこないんですよねでまあそういうそういう人たちがねこう人間に対して言うことにね本当に素晴らしいところを皆さんは生きてらっしゃるっていうような表現をする時があるんですよあのじゃあほにね素晴らしい瞬間を私たち生きてるんですね本当にこの貴重な体験ですよだからねだって悟っちゃって親が会っちゃったら人間慣れなくなっちゃうからこ度なとが。 まあ、たまになるけどねその本当にそういう必要な時はなる時はあるけど人間であっていろいろ体験できるっていうのは、ね、この今根性っていうかこの生を生きてるところだけなんですよだからこの本当に貴重なね瞬間ですよ神に等しいことをこうできてしかもこう肉体を持ってるっていうねとんでもない不思議そのだからアセントマスターだとほら肉体持たないからさ。 ね、上がっちゃってると肉体持ってないから三、ね、次元的に何かさっきみかんじゃないけどさみかんを取るときにさアセンドメスマスター取ろうってさたらスッと取れないわけよ体ないからだけど私たち体あるからみかん取ろうって言ったらピュッコッと取ってみかんはいパクッと食べられるんですよだからそういう自由度ってまた三次,次元上の自由度ってあるんですよ私たちだからアセ,アセンドマスターっ三次元上の自由度っていうのがあんまないからその霊体では移動,移動できるけどさ、うん、そういうとこがあるわけですよね だからまたここはすごく貴重な体験をしているところなんですよ。でいて、その人間というのは実は3次元的存在でもあるし、4次元的存在でもあるし、5次元的存在でもあるし、6次元的存在でもあるし、それがガーあとって11次元的存在でもあるしね。だから多次元的存在なんですよ、人間というのは。だから同時にある。だからそれが3次元まで降りている存在だからすごいんですよ。だから3次元にいることができて、 しかも多次元的存在だからスピーチャーなところもあって神に等しいことができるっていうことなんですよだからアセンデュートマスターなっちゃうと3次元じゃなくなっ3次元部分がな,かな,かな,なくなっちゃうからこのここで3次元で何かするってなかなか難しいんですよだここで何かこうやってねそば食べたりとかそういう変な例えだけどだから3次元的にねだから女性としまあ男性と愛し合ったりとかねそういうこともなくなっちゃうわけですよまあ あのエネルギー体的にはあるそういうのもあるかもしれないけどねあのこの3次元空間で何かするとなくなっちゃうわけですよ、うん、だからその点でも貴重なね経験を私たちしてると言えるんですよだからまあディズニーまあここはね何ていうかなマーヤっていう話もあるんだけどまあそれでもねだから非常によくできたマーヤなわけですよその仮想空間なわけですよ、うん、マトリックスみたいなねかもしれないけどね、うん ですごい経験できる場所なんですよね。それも本当に貴重な場所でもあるんですよね。うん。まあ、ということですね。はい。えー、ということでね、まあ、ちょっとまた長く話してましたけど、まあ、ということで、黄金時代来ましたよということでね、来ちゃったんですよし。来ちゃいました、もう本当に。これはね、TM の、TM s のね、ハリスさんも実は言ってたんだけど、昔、何年か前に黄金時代入りました宣言されてたんですよね。私もだから、スピーチャルテレビとしてもですね、私、スピーチャル研究家の、 で小泉を父としてもね、もう黄金時代入りましたよっていうことで、私は宣伝言させていただきますのでね、まあ、それも含めて今日ね、ちょっと伝説の講義ということでね、させていただきたいと思うんですけどね。はい。ね、ということで、今日もね、聞いていただきましてありがとうございます。まあこんな感じで今日終わろうかと思うんですけどね、まあ質問は何かありましたらちょっと受け,受けますけどね。はい。まあ来週また、 来週は沖縄かもしれないし、東京かもしれないんですよちょっとわからないです、えー。来週から沖縄ちょっと行っておきますからね、来週の半からのね、うん、また、あの岩戸開きってありますけど、それ行ってきますから、ね、ご神事があってね、それはまあ面白そうだしね、うんまあ、天皇圏の発祥の地と言われてるところから、ところでやろうっていうことなんでね、あのよかったらね、ま,あ、まだ LCC とかで行けば安い飛行機とかもあるかもしれないですね。 参加してくださいあの21、22、23ですね今、今月のね、あのいますから、えーと、ヒーリングパラダイスさんかなー、ーんと、えー、と、岩とびらきのやつ、どこにあるかな。出るかな、すぐ。まあ、ちょっと早めに出しますけどね。う あ,ありましたね大丈夫ですね。よいしょ。でこれとりあえずこれ流してみますね。まあ興味ある方これね私も行くしハニエルさんも行くしねスピーチアイカの先生方。 5、6人ぐらいと思うんですよ。だから先生ばっかり。また先生、だ私の行くやつって先生ばっかりのやつなんですよね、結構ね。まあ内容濃いですから、基本的にね、あのー。よかったら来てください。あのなかなかこう先生ばっかり行くようなとこって、皆さん行けないと思うんでね。あのー、そういう、そういうとこ楽しいですよ。あやっぱりさっきの話だけど、レベルの高い人ばっかりだるし、だから変なマイナスエネルギーないからね。うん、楽でいいですよ。うん だね、意識低い人はね、もうすぐ変な、ね、マイナスエネルギー流すからね、嫉妬してみたいね、なんだかしてみたいね、もうで勝手にやってろっていう感じなんだけどさ、あのー、めんどくさいね、一緒にね、うん。またエネルギー飛んできたとこに、ね、やっててね。だから、から意識高い人はそのことしないからね、うん。自分のこと満足してるから、そのことしないから。うん、で、自分に不満がある人はっ,って,ってマイナスエネルギーいっぱい飛ばすんだよね。 よいしょあどっか行っちゃったどっか行っちゃった <laughs> どっか行っちゃったじゃねえなどうしようかえー、とどこだどうしたチャットルームどうやったそうんあここにあるかなあ行けました、ね、これですね、うん、これこれ沖縄はい沖縄八戸ラきツアーことね こちらどかありますね私がやってるわけじゃないんだけどまあ興味ある方どうぞこれ天皇家出た島と言われてるところです、うん、で諸説ありますけどまあ沖縄説っていうのは沖縄発祥説というのがあって沖縄から宮崎県に行ってっていうことで天孫降臨の流れになったんではないかというのがありましてですねはいえっ、ー、とはい あこれね記録するか分かんないですよ、記録していきますかっていうのはあるんですけど、これ、記録 OK かどうかちょっと分かんないんでね、それちょっと分からないです。や取らないかもしれません。だから、本気でやる場合って取らないからね、本当に。あの取,取れないし、うんあの、気が散るから。あのだ姫事みたいになっちゃうんでね、ご心事自体が、まあ。そういうのもあるんでねあの、取らないかもしれません、これはちょっと。 れれなないいかもし,れないしどっちか分かんないけど、うんまあ、カメラは持ってきますけどとりあえずはね、うん、そういうこともありうるんですよね、うん、あとこのこの次の日にね,ねその12月23日っていうのもあ12月22日かあじゃあ23日23日に沖縄コンベンションセンターでねヒーイングパラデスっていうあの、ね、癒しの人たちがいっぱい集まったね先生方が集まってこうあの展示会あるんですよそれも行ってきますけどねそれは撮れると思うんですけどね うん、まあそれだからちょっと面白いものがいっぱいあるんですよ沖縄ね今回ね、うん、まあご縁でね行きますけどいやーほんとねこの今アセンションみたいな流れで今こうありますかアセンションとかね今黄金時代って言ってますけど、ね、スピージャーな人たちのね悲願でねそのアセンションがこう来るっていうのはねずっとこう何十何,何年とか二十年とかずっとやってたわけですよ十五年とか ね、それでやってこの時まあ来てみるとねああなるほどと思われる現象がいっぱいあって人もどんどん変わってきたしね本当にいい人どんどん増えてるし世の中のためにやろうって動いてる人もいっぱいいるからねそういう感じでいけばいいと思うんですけどあのー、周りにね周りのいろんな現象にさっき言ったけどあ書いてありましたけど押し流されないで自分が何をしたいか本当に自分がどこに行こうとし,したいかをね やっぱり見てもらってそれに従って言ってくださいよ。うんね、今、その選挙になってますけど本当に一人一人のね人にもう言って声を聞いてもピンとこない、うそい、この人うそい,嘘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 い言ってるかもしれないなみたいな感じになっちゃってね、マニフェストだって破っちゃうんだから今ね、だからそういう状態ですから、やっぱり人柄で選ぶしかないなみたいになっちゃってますけどね。うん、だからやっぱその人 その人かか、ね、やっぱり何やりたいかいたととうことをね自分,だ自,分ですよ自分が何やりたいかということを見定めていってですね、えー、やっぱりこう日々こう、いい方にです、ね、皆さん行っていただければいいなと思いますね。はい、えー、ということで、あそう流星だって書いてあるね。今日、そうなんとか流星ですよね。なんだ、何流星乙女座流星群ちょっとわからないですけど、僕今日ね、流星群があるということねよかったら見てくださいね。 えー、ということで、今日はね、ここで終わりにしましょう。ということで、これ申し訳ない。あの、あの生放送の方は、えー、これ今生放送でターで見れましたけど、この後ね、録画したものは有料になりますので、まあ、寄付してもいいよっていうことでいう方はですね、あのバックナンバーで、あの、また見ていただければと思います。ちょっと多分お金課金になってると思うのでね、よろしくお願いいたします。まあ、それはね、また皆さんのね、 放送ののために使われますすででねそういう点でもよろしくお願いします本当は実はねごめんなさいこの、ね、課金は実はユーストリームに結構お金いってしまうんで本当はあの嬉しいのはあの上の方に寄付のお願いっていうボタンがあるんですけどそこの中にあるところ口座に入れてもらうのが100%使われますから、えー、助かります実は結構ねユーストリーム取り分多くて持ってっちゃうんですよいっぱい、うん、だからねあんまり実は少しの少ししか残んないんですね実は 半分ぐらいしか残らないんですよ、実は寄付してもね。そういうところもありまして。でもまあ、こっちの方が楽だという方もいらっしゃると思うんで、これちょっとさせていただきますけどね。はい、ということで、またよろしくお願いします。では、さよなら。またお会いしましょう。